邪道のニョロニョレディオ。普段はですね、僕とハリオちゃん2人でおしゃべりさせていただいているんですが、はい、本日は邪道のバンドメンバーに来ていただいております。一人ね、なんか DJ みたいな方が、ね、いてらっしゃいますが、じゃあまず紹介しましょう、はい、ドラム柳ゆうき、シエシエシエポン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 柳です。そんなキャラ、あとやりにく、足屋の方が聞かれてるって思うんで、そういう感じでなるんで、はい、そして、はい、それではギター高松ひろし、こんにちは。夜じゃね、夜やねこれ、十時の番組です。あ、10時の番組、はい、こんばんは。こんばんは。はい、そして、我らがギタリスト、いくらけん。はい、こんばんは。ね、ほんまやったらね、あの、はい、ベースのね、ナオキングが。ナオキングが。はい、ただいまで、ね、ちょっとあの、JR が。そう、JR が止まっててですね、はい、今向かってきてる最中なので、はい、もしかすると声が聞けるかもしれませんが。電話しますか。電話しますか。電車や、言うて。ね、電車中もしもーし。おかしい、そんなテンション多分最初は今電車俺らえ、なんて言ったの今電車言うてない。電車で声でかなんだよ。はい、このね、佐々木さんいないですけど6名でね、はい、7月17日に、はい、チキンジョージでワンマンライブ、もう4日後じゃないですか、はい、やばい。今日はねリハーサルでみんな集まってるので、はい、告知のねちょっとラジオしましょうということで、うん、撮ってますが、ヤンギさんどうですか、ライブの意気込みを。意気込みね、今回はあれですよ、だからもうこのメンバーだけで、うん、ゲスト、あ、そうですね、前回ノーゲスト、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 ノージャド、ノージャド、若いね、客もらうし、ジャドはあるみたいな。誰もいない、ただの緊張時、誰もいない状態なんだから、間違いない、ノーゲスト、ノージャド、誰かはおろ、あの、対話食堂と田淵さんだけ、ポツン。いや、でもあれですよ、やっぱこう、純度100% の濃厚な、そうですね、曲数もいつもよりちょっと多いのかな、かな、ね、多いですよね、多いですね、うん、ね、いつもね、もうあのわちゃわちゃゲスト来てもらって、はい、やってましたけど、うん、まあ、10周年記念やし、そう、いや、そうなんですよ、ね、10周年、うん、10周年なんですよ、我々ジャドは、そうなんですよ、ラジオで撮ってて気づいたんですけど、10年やってなったもん、10年やってんの俺だいたいライブ決める前にもうね、10周年のラジオ中に、それそうそう、発明した、じゃあもう10周年ライブにしようよ、しようよ、ね、後付けも、後付けもええとこ、いやいや、本当に、いやいや、本当に気合い入れて頑張りましょう、頑張りましょう、はい、意気込みを、高松宏、意気込み、私も結構8年、結構今私もいますよね、うん、8年、9年ぐらい、あの、今年も変わらずに頑張っていただきます。身振りしてもなう。ラジオやい。なんかグッズあの販売、そう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 、作ったのよ。ね、トートバッグとインドで、ね、インドのビスタプリントって作ったらめっちゃ安いのよ。インドで安いんや。ああいうなんかああいうのが安くて、まあ、うん、で、ステッカーとなんか外でも行けるみたいなステッカー。防水的な、車にも貼れるみたいな、そう、ステッカーとあとトートバッグ20個限定で、限定やもんね、そう、なんか SNS でもあの予約されてる方いらっしゃる、うんうんうん、何個か予約もらってて、まあ、売り残りそうやったらちょっとメンバーに押し付けようと思ってでも欲しいですよね、まあまあ、なんと1000円で安いよ、あの ツートンカラーで黒と白のなんかちょっと可愛いのよ、うんうん、まあ、英語にできまして、いい感じやったね、いい感じ、まあ、いや俺モデルのインド人の情報量多すぎて、そうやね、そうやね、うちの一番のイケメンにモデル
ちょっと持ってくれへん。あの写真ね。写真のね。そう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 、私がね、あげたやつね。ありがとうございます。モデルしか入ってこなかった。もう一番イケメンやから持ってくれへんから。イエス、まだも言ってめっちゃ。持ってくれて、ちょっと言葉隠れてねえけど、まあええかそう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 、あの予約、受付しておりますので。予約じゃないか。あ、いやいや全然、当日あの売り切れたら嫌な人は先着順ですもんね。20個やから、はい、うん、と思い、心配な方は早めにね、ライブ会場に来ていただいてそう、あの今年も売り場にはうちの妹、アキオンが、カンパ娘、アキオンが必ずいる人もうメンバーみたいな感じですよね。ね、いやそうですよ、ほんまに決戦の時からね、あの物販にはいてくれる、物販には常にアキオの笑顔がアキオが、うちの妹が言ってたんだけど、あの最初ね、お客さんはこう普通にこうグッズ買いに来るでしょ。で、まあ、なんか普通にこう店員さんというか、まあ、スタッフと思って接種するけど、あのちょっとまあ紹介するじゃない、私がステージから妹ですって言ったら、そこから対応が変わるらしくて、妹さんなんですかみたいな。そうでしょうよ。俺は春代さんの妹さんに。ちょっと面白いね、へー言うてた手のひら返し、そう手のひら返すまではないけど、なんかちょっとこう愛想ようになるらしいで、あの毎回ね感想聞くんですけど、楽しそうでよかったっていつも言うてくれる、あメンバーがそう誰目線だよ完全に身内目線そうやね、楽しそうみんなが楽しそうでよかったって平和やね、暖かい感じで ね、 そうそうそう7月17日、はい、日曜日なんで、まあ、ちょっと早めにスタートしようかなと思って、18時スタートね、18時オープン、2時入りの3時からリハーサル、入り時間まで言う、大阪から出るんで、まあそれは別にいいです柳さんの家出る時間は別にいい、それはいい、大丈夫、7月17日の柳さんの家は大丈夫かき乱してます、大丈夫です、大丈夫です、そういう人がいないと、ね、うん、今年はあの皆さん、男子の皆さんもメイクさん来ますんで、あそうそうそう、言うてたね、そう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 、私はあのエマちゃんっていう子が私専属でやってくれるんだけど、うん、はい、うんうん、うん、あのゆきちゃんってそのお母さんとか結構、うん、で前ね、私ら3人、あのハロウィン、ね、ハロウィンすっごいこう、あ見ました見ました、うん、あれ、うん、ああいうのできる人が来てくれるんで、まあ、あそこまでは無理やけど、なんかちょっとこうワンポイントなんか、うん、あだからその左側をツッツにとかできるだからなんで僕なんですか、そうツッツみたいにイケメンに左側だけですなんで僕にするんですもっとあるでしょ、だからずっとお客さん客席向かって左側地味やコメントコメントこっちにやるからちょっとこうめちゃめちゃ地味やでツッツ2人おるわなめちゃめちゃ地味なんですよ、ツッツドラム叩いてるわってもっと派手なことすいません、ちょっと程よくこんがりしてるとか、そういや地味なんですよそれも茶色って茶色ベーってる地味やから、いやなんかドラゴン描こうかなとかなんかまあそういうこと言ってたけど、うん、なんかかっこいいかなと思ってね、うんうん、みんなこうなんか顔にそうですね、イクレちゃんカラコン入れてもらって、いやあれは無理や、黒目が小さいやつ、ああそう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 、三白眼みたいな、かっこいいよね、あのハロウィンのイベントの時にジャドーでちょっとそう3人モデルになってくれへんって言われて、うん、やっていて、ね、でカラコン入れたいじゃないですか、うん、僕ら結構なんかゾンビみたいな、うん、すごかったね、メイクしてたから、でイクラちゃんのカラコンがなかなか痛すぎて無理ってなって、あもう俺多分ね生涯ねあのコンタクトレンズを入れるってことだって眼球に異物混入するんだよ、ね、そんなテンション下がったイクラちゃんみんなウェーってやってるのにイクラちゃんの時だけしてしょぼ壁向いてしょ顔ごっついのにななんか最終的にはなんか寂しげなピアノ自らを癒してたよね人に眼球触られてな、グリグリいかれて入れたことなかったらでもそういやね、いやそう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 、もう異物は入れません、いや
なんか毎回ね、あのお客さん皆さんの衣装も楽しみにしてくれてるんで、そう、ね、うん、衣装も含めて、うん、あと今年は台湾食堂って言って、あの私らのアコースティックバージョンで PV 撮らせてもらった毘沙門天の PV した撮影の場所、うん、はい、台湾食堂っていうね、もともとはゴーゴーパクチーっていうパクチーのお店をやされてた田淵さんっていうね、なかなかのビジュアルの、なかなかですね、弁髪なの、リアル弁髪、リアル弁髪、リアル弁髪、ラーメンマンみたいな、そうリアルラーメンマン、すごい、そう、その人にお願いしたらもう喜んでって言って、うん、フードがね、そう、台湾弁当みたいなので、とあと台湾のビールとか、めちゃくちゃ美味しいよね。あの、その撮影の時に、あのみんなでワイワイ宴会シーンみたいなの撮って、うん、でその時ね、ご飯出していただいたんですけど、うんうん、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。ぜひみんなで食べてほしい、うん、お来た、もしかして、あ、間に合った、お来た桜吹雪のパラパパパ来た最高のタイミングでサイキング、皆さん紹介します、はい、ジャドベース佐伯直樹、ラジオ撮ってます、あ、どうもどうも残り1分くらいなんで、なんかいい感じで締めていただいて、ね、ほんまやいい感じでDJ 興奮にいい感じで締めていただいて、 TRF いらっしゃい、お疲れ様です、お疲れ様です、大変やったね、ほんまね、ほんまにほんまに、まあ、というわけで1月17日ですね、はい、18時オープン、はい、19時スタート、はい、2時入りヤネさん、ヤネさんは大阪からやから、入れはいいからまあこんな感じでわちゃわちゃしながら楽しいライブしたいと思っておりますので、皆様お誘い合わせの上よろしくお願いします、お待ちしてます、で、あの最後ニョロニョロって言っていただいていいですか、ニョロニョロ、でもさ、これさ曲紹介せなんかで、あ、そっか、うん、じゃあ本日は、はい、あ、じゃあ柳さん、あの曲紹介いいですか、何を全部言って、全部言わない、全部言わない、セットリストセットリストセットリスト、いやいや曲紹介じゃない、1曲だけ、1曲かけるんで、なんか紹介してください、え、何でもいい、何でもいいですよ、こん風に、え、こんな感じで、うん、え聞こえてるし絶対聞こえてるでしょ、じゃあ、はい、OK、はい、はい、それではそれではお聞きいただきます、それではお聞きください、ジャドでマッチョ、それでは皆さんまた来週お会いしましょう、ニョロ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 ヒューヒューヒュー、メッセージはアシアレイディオアットマーク gmail.com までお待ちしてます